のかもしれないだろうってことで、秋のねエルフィンロードをエスコンまで行ってみたいと思います。あ、紅葉が綺麗です。もうね、あとどれぐらい自転車で行けるかっていうのがありますんでね、両方は、一応ですね。ちょっとね細い道に入ります。ここは夏の間も薄暗くて非常に涼しくて気持ちの良いところでございました。よいしょ。なのか街灯もありますけどね、もうちょっと行くと街灯もないので、夜はかなり怖い状態になるみたいです。揺れる。自転車ではね通れない散策コースとかも結構この辺りありましてね。涙ちょちょぎれ。今ちょっと大きめの道ですね。274でいつも私が車で走っていくときに通る道を横切りましたです。 2.5 キロか。結構ね散歩コースになってるんですよ。この辺は道が低いからね、気をつけなきゃね。よいしょ。あの手の鳥、なんだあの鳥。家の近くは雪虫が出てたんだけど、この辺はちょっとまだ少ないですね。綺麗な景色。
向こうは線路ですね。千歳線です。このように自転車と歩行者の歩行がついております。結構意外と人通りも多いんですよね。いやー、すっかりね、晩秋の趣でね、もう道がこんな状態で自転車はタイヤが取られそうです。手に持って撮影しながら走ってたんだけど、さすがに怖くなって撮影やめてましたわ。あともうちょっとです、エスコンまで。意外と JR が近いので列車の音が、綺麗ですね、紅葉が。この風景を見て森林浴をしながら自転車で走っていくのっていいんじゃないでしょうか。いやー、一体この道どれぐらいの割合で落ち葉を吐くんでしょうかね。多分やってんのかなって感じなんですけどもねとりあえずなんか車が取った跡みたいなのが残ってて、そこを走ればそんなにタイヤが取られることはないと思います。しかし今実は12時になったばっかりなんですけどね、太陽が低いからもう夕方みたいですよ。夏の間気がつかなかったんだけど、沼があります。あ、鳥が泳いでるうわ、沼だけどこれでんでんってなってか、もしかしたら鯉の養殖場とかそういう感じかもしれません。JR 千歳線なのでね、すぐそこを列車が横を通る道が続いています。それでいいのかな。結構綺麗な景色だ。あれー、落ち葉が、落ち葉が。もうちょっとしたら上りになるからな。あ、綺麗な鳥がいる。なんだ、山バト、山バトかな。この辺ね、近くはいつも車でエスコンに行くときに通る道が多分山の向こうを並行していると思います。あそこのね、陸橋を渡るとわかるんだけど、あそこの陸橋は渡らずにそのすぐ近くにエスコンに行く方の道があるんで、そこ通ってきます。今上り、最後の上り頑張ります。よいしょよいしょ、よいしょ。
頑張るぞ。すぐ踏切です。なんかブルーシートでね、工事中、雪虫が増えてきた。よいしょよいしょ。結構アシストついてても意外と疲れるんですよ。口に虫が、くほ、なんか急に虫が増えてきた。じゃあ、あそこがね、エスコンフィールドに行く看板なんでございます。その看板のところ、こっちに行くと、皆さん、見てください。あれ、ごめん、ハンドル切るのに。あれがエスコンフィールドでございます。このように見えてきて、ここが駐輪場になってますね。ただし、この駐輪場には止まらずに、リポビタンゲートのところまで行きたいと思います。リポビタンゲートの駐輪場に着きました。ここからリポビタンゲートを経由してエスコンの中に入っていきたいと思います。何も試合がないときはね、だいたいここから入場ですね。お、エフタンがいる、エフタン。本日は天気はいいんだけど屋根閉まってます。そして意外とね、今日は人が入ってます。まあ空いてるとね、天気良くても風が入るんで結構寒いんですよ。お、ハロウィン、ハロウィン仕様ですな。さあ、私はこれから銀座乗馬に行ってきます。はあ、もうちょっとだ。結構リポビタンゲートから歩くんだよな。